現在、赤塚植物園の温室は新型コロナウイルスのため公開されていませんが、珍しい熱帯植物を守り育てています。ヒスイカズラはフィリピンのルソン島などごく限られた熱帯雨林にしか生息しないマメ科の植物で、宝石のようなエメラルドブルーの花を咲かせるのが特徴です。開花時期は4月下旬から5月中下旬で、藤のように房状の花をつけ、花の形はオウムのくちばしにも見えます。ヒスイカズラの隣にある木をよく見ると、葉っぱの奥に黒っぽい実が幹や枝から直接たくさんなっています。こちらはブラジル原産の太もも科のジャボチカバという木で、小さな白い花が咲いた後にブドウの巨峰に似た直径2センチ台の実をつけます。日持ちがしないため流通することはほとんどありませんが、果実は食べることができ、甘酸っぱく大地のような食感だということです。